子供自身ですしね、とても安全なところがと思って安心して暮らせる場所に、はい、ちゃんと知っていただけるまでお待ちたいと思いますが、ありがとうございます。今までに倒壊した家屋からあるいは孤立した場所から1200名の方々を救出してくれた自衛隊、警察、消防、海保、また医療チームの皆様に心から感謝申し上げ敬意を表したいと思います。復興を成し遂げるその日がやってくるまでできることは全てある。そして今まで同様先手先手に取り組んでいくことを心がけながら復興を進めていく、全力で復興に当たっていく決意を固めいたして